アダルベルト・メヒアは、ドミニカ共和国モンセニョールのオエル州、ボナウ出身のプロ野球選手。左投げ左打。2011年にサンフランシスコジャイアンツと契約して、プロ入り。契約後、傘下のルーキー級、ドミニカンサマーリーグジャイアンツで、プロデビュー。13試合に先発登板して5勝2敗、防御率 1.42、71奪三振を記録した。2012年は、A級オーガスタグリーンジャケッツでプレーし、30試合に登板して10勝7敗、防御率 3.97、79奪三振を記録した。2013年は A 級サンノゼジャイアンツとトリプル A 級フレズノグリズリーズでプレーし、2球団合計で17試合に先発登板して7勝4敗、防御率 3.33、91奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2014年は AA 級リッチモンドフライングスクーレルズでプレーし、22試合に登板して7勝9敗、防御率 4.67、119奪三振を記録した。オフの11月には興奮剤使用が発覚し、2015年の開幕から50試合の出場停止となる処分を課された。2015年も AA 級リッチモンドでプレーし、7試合に先発登板して2勝2敗、防御率 3.48、26奪三振を記録した。オフには2年ぶりにアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年は開幕からAA 級リッチモンドとトリプル A 級、サクラメントリバーキャッツでプレー。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームに選出された。2016年7月28日に、エドゥアルド・ヌニエスとのトレードで、ミネソタツインズへ移籍した。移籍後は、傘下のトリプル A 級ロチェスター・レッドウィングスへ配属された後、8月20日に、メジャー初昇格した。同日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューしたが 2.1 回を投げて2失点を喫した。この年メジャーではこの1試合の登板にとどまり防御率 7.71 だった。2017年は開幕からメジャーで先発する機会が増え5月21日のロイヤルズ戦では先発してメジャー初勝利を挙げた。2019年7月13日にDFA となった。2019年7月20日に、ウェーバー公示を経て、ロサンゼルスエンゼルスへ移籍した。7月26日に、DFA となった。2019年7月30日に、ウェーバー公示を経て、セントルイスカージナルスへ移籍した。8月6日に、DFA となった。2019年8月8日に、ウェーバー公示を経て、エンゼルスへ移籍した。8月20日に DFA となり、マイナー契約で傘下のトリプル A 級、ソルトレークビーズへ配属された。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2020年1月7日にジェイソン・カストロの加入に伴って DFA となり、10日に自由契約となった。2020年1月21日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。8月24日に自由契約となった。2021年5月20日、台湾プロ野球の富国ガーディアンズと契約したことが発表された。9月29日に家庭の事情により解雇された。平均 92.7 マイルパーアワーのフォーシームが約4割を占め、変化球ではスライダーを最も多く投げる。他には時折、チェンジアップやツーシームを投げることがある。ありがとうございます。